皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、自分の人生の責任は自分にあるというテーマについてお伝えしていきたいと思います。一見するとですね、当たり前だよねっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけれども、言葉にしてしまうとですね、当たり前なんですけれども、普段の例えば環境とかですね、自宅とか、家庭環境とか、いろんな環境とかねあると思うんですけれども、でその時にですね、自分が主体になって人生を作っていくという観点から、日々の活動とか、どういうふうに動いていくかっていうのを決めていくことができないと、環境に左右されてしまう人生を送ることになってしまうんですよね。環境は確かに与えられたものかもしれないんですけれども、その環境をどのように捉えて開いていくのかっていうのは、人生を生きるその人の責任であるんですよね。例えば家がね、貧しかったとかとしますよね。あとは例えば何か世の中の事情とか事象によって、分かりやすいのが、例えばリーマンショックみたいな、全世界的に、誰もが持っていたお金が一気に減るみたいな、そういうような事情があった時にですね、環境はもちろん環境なんです。だけれども、そこでその事象をどういうふうに捉えて、どういうふうに生きていくかを決めることは、自分の中でまだ選択肢は残ってるんですよね。世の中が悪いんだっていうことで嘆いて何もしない、ふてくされる、腐ってしまうっていう生き方だって当然できますし、何くそうと思って、もうそれこそ草でも食べるような勢いで頑張ってで、実際に今成功されてる方とかもいらっしゃるんですけれども、その考え方はひとえに、自分の人生の責任は自分にあるというふうに考えることができているかできていないかっていうのは非常に大きな部分であると思います。で、責任は自分にあるっていうことは、誰かに決められたレールに乗っかってはいけないということです。そのレールに乗ると決めるのは自分、そしてレールに乗ったと決めたのも自分であれば、そのレールに基づいて、自分が思ってもみない方向に舵を切られたとしても、それを選んだのは自分なんだっていう、その自覚において人生をコントロールすることができれば、他人のせいにすることはないんですよね、基本的に。それっていうのは非常に人生においてとても大事なことなので、人生の責任は自分にあるというふうに捉えることができれば、大抵のことはいろいろと解決していけることが多くなるし、不平不満愚痴とかっていうのは出るシーンが少なくなります。はい、ということで、自分の人生の責任は自分にあるという観点から人生を見返すと、まだまだできることっていうのが多分考えつくんじゃないかなって思いますので、今日はそんなお話をしてみました。それでは。